皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。今回は CSS 入門編の第7回です。今回はフレックスボックスについて見てみましょう。フレックスボックスはフレキシブルボックスの略で、HTML の要素を自由に配置することができるレイアウト方法です。これまではディスプレイやフロートなどのプロパティを使って配置を細かく設定する必要がありましたが、フレックスボックスを使うとシンプルなコードで要素を自由に配置してウェブサイトのスタイルを整えることができます。フレックスボックスはフレックスコンテーナーとフレックスアイテムの2つの要素から成り立っています。フレックスボックスを使ってレイアウトされる領域をフレックスコンテーナーと呼びます。そしてこのフレックスコンテーナーの中に配置される要素をフレックスアイテムと呼びます。フレックスコンテーナーが親要素、フレックスアイテムが子要素です。例えば、このフレックスクラスの div の中には、画像と div があって、この div の中に h2 要素と p 要素があります。div フレックスが親要素、画像と div が子要素、そして h2 と p 要素が孫要素になります。ここでこの div フレックスをフレックスコンテーナーとしてフレックスボックスを設定したいときは、この親要素であるフレックスクラスの div にディスプレイフレックスと入力して、ディスプレイプロパティの値をフレックスに設定します。これで div フレックスがフレックスコンテーナーになってフレックスボックスが設定されます。そして子要素のイメージと div はそれぞれフレックスアイテムになります。フレックスボックスが設定されると、フレックスアイテムである画像と div が左から横並びに配置されます。ここで子要素であるこの div タグを、div の開始タグをコントロールキーとスラッシュキーでコメントアウトして、さらに閉じタグもコメントアウトすると、イメージと h2 と p 要素の3つが子要素になって、 div フレックスがフレックスコンテーナー、そしてイメージと h2 とP 要素の3つがフレックスアイテムになります。これでブラウザーを開いてページを更新すると、このようにイメージと H2 と P 要素の3つが横並びで配置されます。それでは div タグをコントロールキーとスラッシュキーでアンコメントして、次にフレックスコンテーナーの中のフレックスアイテムの配置は justify コンテントプロパティを使って設定することができます。 justify コンテントプロパティを設定していないときはフレックスアイテムは
左寄せで配置されます。この状態をフレックススタートと言います。右寄せはフレックスエンド、中央寄せはセンターと言います。要素の均等配置はスペースビトウィン、要素をフレックスコンテーナーの中で等間隔に配置するときはスペースアラウンドという値を使います。例えばフレックスアイテムを右寄せにしたいときはディスプレイフレックスでフレックスボックスを設定した後にジャスティファイハイフンコンテントコロンフレックスハイフンエンドセミコロンと入力して、これでフレックスアイテムを右寄せに配置します。またフレックスディレクションプロパティを使うと縦並びにも配置することができます。ディスプレイフレックスの後にフレックスハイフンディレクションコロンカラムセミコロンと入力すると、このカラムというのは縦方向の列のことですが、このようにフレックスディレクションをカラムと設定することで、これでブラウザーを開いてページを更新すると、このようにフレックスアイテムが縦方向に配置されます。左から右に配置するだけでなく、右から左、あるいは下から上に逆順で配置することもできます。フレックスアイテムを縦方向に配置を設定する場合はアラインアイテムズというプロパティを使用します。それでは元に戻して、次にフレックスボックスを使ってナビゲーションバーを作ってみましょう。ヘッダーの画像の下に横並びのメニュー項目があって、これをクリックすると別のページに移動するというメニューバーです。それではインデックス HTML のファイルでヘッダーの閉じタグの末尾から開業して1行開けてナブと入力します。そしてエンターを押すとナブタグができます。このナブタグでナビゲーションバーを表すことができます。そして閉じタグを開業して、この間に UL カッコ閉じ LI アスタリスク4と入力します。そしてエンターを押すと UL タグとその下に4つの LI タグができます。 UL というのはアンオーダードリストの略で、番号のない箇条書きのリストを作るためのタグです。そして LI はリストの略で、箇条書きの各項目を表しています。それでは LI タグの間にカーソルを置いて A
と入力してエンターを押すと、このように ahref イコールスラッシュ a というタグが自動で入力されます。 a というのはアンカーの略でリンクを表すタグです。一般的にハイパーリンクと呼ばれています。この箇条書きの項目にリンクを貼って、このページから他のページに移動させたいときに A タグを使います。そしてその後の href 属性でリンク先のページの位置を指定します。 href というのはハイパーテキストリファレンスの略で、ハイパーリンクのリンク先を指定する属性です。指定の仕方はいろいろありますが、今回はこのプログラミング講座のウェブサイトにリンクを貼ってみましょう。ダブルクォーテーションの間に https://tupro1.com と入力します。これで箇条書きの項目に tupro1.com のウェブサイトにリンクが貼られました。そして表示される箇条書きの名称はこの A タグの間に書きますので、ここにカーソルを持ってきて、ここでは「お品書き」と入力します。これでブラウザを開いてページを更新すると、このようにお品書きの項目とその下にアンダーバーが引かれていて、これをクリックするとこのようにプログラミング講座のサイトに移動しました。それでは「戻る」をクリックして、次にこの A タグの部分を複製します。 A タグの先頭から左クリックでドラッグしながらコードをなぞって、 A タグの閉じタグでクリックを離して、 A タグを選択してコントロールキーと C キーを同時に押して選択した部分をコピーします。次に下の LI タグの間にカーソルを置いて、今度はコントロールキーと V キーを同時に押してコピーした内容をペーストします。同様にその下の LI タグの間にもコントロールキーと V キーでペーストして、これで4つの箇条書きができましたので、3番目の項目をこだわり、4番目の項目をアクセス、1番目の項目をホームと入力します。本来は
それぞれ別のページにリンクを貼って、それぞれの内容のページに移動しますが、今回はペンギ的に全て同じプログラミング講座のサイトにリンクを貼ります。これでブラウザを開いてページを更新すると、このように箇条書きの項目が縦に表示されて、画面の左に黒丸が表示されました。これで HTML のコードができましたので、次に CSS で Flexbox を使ってスタイルを整えていきますが、続きは次回にします。今回は以上です。それではまた。